こんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙です。今回は、ミシュランガイドに掲載され、海外からの著名人も訪れる、九州佐賀の秘境グルメを紹介します。漁師が営む食事処で、新鮮な海鮮コースをいただけます。2007年開業、ひなびた食事処にもかかわらず、予約困難な、超人気店です。今回は、福岡市の天神から、旅行会社の、日帰りバスツアーを利用して訪問しました。途中、唐津市のマリンセンターお魚村にて、ショッピング休憩。ここから店主が送迎してくださる。船の乗り着き場までは30分くらいです。ちなみに漁港からは、店主の操縦する、小舟でしか行けません。非日常だね。船に乗って10分ほどで到着します。画像奥の白い2階建てが、魚山人です。階段を上がって、2階のお座敷に通されました。大勢だな。1日、少数組だけの、完全予約制だけど、私たちは、グループ利用だから特別ねー。離れ小島みたいだな。実際は、島じゃなくて、半島の突端なのよ。この海で獲れた、新鮮なお魚が売りの、お食事処です。まずは、お刺身からいただきました。卓上には、自家製の柚子胡椒。これをお刺身につけていただくのが、魚山人流。家でも真似したいね。飲み物は、部屋に備え付けの冷蔵庫にあります。会計は、後で自己申告ね。コクのある芋焼酎が美味しかったわ。アワビだ、すごいな。アワビの酒蒸しで、一人一個ねー。これはサザエの浜煮で、一人二個でした。ちなみに、お料理は、十数種類出てきます。煮魚だね。盛り付けは、ざっくばらんとしてますが、とにかく新鮮なのが、よくわかります。食材の風味を生かした、味付けも良かったです。どんどん出てくるねー。これは、イサキの塩焼きだったかな。海水の風味を生かした、絶妙な塩加減よ。でも、食べるのが遅くて、どんどん溜まってきちゃう。次に、店主さんが持ってきてくれたのは、揚げ物だねー。味かなぁと思うけど、魚の天ぷらよ。こちらも塩加減が良くて、そのままで美味しい。でも、食べるのが遅くて、どんどん溜まってきちゃう。タコサラダだねー。軽く湯引きした、タコ刺しが美味しかったです。これは、黒いピザ？生ひじきを使った、キッシュ用。おしゃれなのもあるんだねー。これは、確かところてん。この頃は、焼酎が回って、ベロンベロンに。これは、魚介入りの茶碗蒸しです。締めのご飯物は、お寿司でした。古代赤米を使った、握り寿司です。店主さんのお料理に対する、こだわりのお話も面白かったわ。最後に、魚のすり身のお吸い物をいただいて、終わりです。霊夢は飲んでばかりで、ちゃんと全部食べたのか？店主さんの、楽しいお話を聞きながら、美味しく完食しました。店主さんの、一生懸命なおもてなしに、感激しました。ごちそうさまでした。それでは、ご視聴ありがとうございました。